コンビニ社老子安さやかのウィークリーコンビニラジオ皆さんこんばんはウィークリーコンビニラジオがスタートいたしましたパーソナリティは私コンビニ社老子の安さやかです5月も29日いよいよ6月がもう間近になってきました1年の折り返しが近づいていますね皆様いかがお過ごしでしょうか 私が住んでいる東京も緊急事態宣言が解除されて1週間が経とうとしております。また緊急事態宣言が解除された日以後にですねちょっと外に出て散歩してみました、まあ、そうしたらやっぱり公園とかいろんな道ではたくさんの人と行き交うそんな状況でしたね おそらく私は電車にほとんど今乗ってはいないんですが電車もかなり人が増えているというふうにニュースのコメントで見ましたのでやはり大きく人が動き始めてるなというのがなんとなくですけど見えてきております、まあ、引き続きですね第2波が来る第3波が来るなんて言われていますので皆様健康第一でどうぞお気をつけてお過ごしください。 さてこの番組はウィークリーコンビニラジオということでコンビニ業界に関わるニュースやコンビニ入りで働く方々が知っておくととっても便利役に立つそういった情報をお届けしている番組ですもちろんコンビニ業界に関わっていない方コンビニが大好きな方も是非聞いていただけると嬉しいなって思っていますし私もまた高橋英樹さんも 役に立つ情報をお届けするということで、毎週放送しておりますので、ぜひぜひ1時間楽しんでお聞きいただければと思います。FM ギノワンへのメールアドレス、797-at-fm 着のワン .com、もしくは私、コンビニ社労士、安さやかのツイッターをフォローしていただき、そこに書き込んでいただけますと、いろいろとお話を聞くことができますので、ぜひお気軽にお寄せください。まあ、ということでですね、 43回目の放送ととなりりままししたた今週ですねとっても心がが痛むニュースがありました、まあ、テラスハウスというフジテレビ系の番組で出演されてたプロレスラーの方の急死ということで、まあ、原因は、ね、明らかにはされていないですけれどもおそらく皆さんの頭の中には想像できることがあるのかなって思います。 その中で出てきた SNS この SNS への例えば悪質な書き込みであったりとか誹謗中傷といったこと、まあ、これらに対する対策を求める動きが今活発化していますね。で SNS っていうと私も Twitter とか FacebookLINELINE、まあ、はあまり活用していないかな単なるメッセージ機能だけ使ってますけど、まあ、あとブログ などなど様々なな SN SNS ソーーーシャルネットワーキングサービスとのでここでのその何でしょう投稿のマナーっていうんでしょうかね、まあ、こういうところってもう今に始まった話ではないものの匿名で心ないコメントを書き込むということへの影響をまざまざと実感させられたなという感じが ああのニュースからもありましたけれど私自身は独立してしばらくしてからはもう自分の本名でですねアカウントも作っていて実際に書いてますのでもう顔出しもしていますしまあ当然ながらそこにはさまざまなマナーがあるのでそのマナーを守りつつ投稿したり投稿にコメントをしたりしているわけですけど。 インスタグラムとかもねありますよね。まあ私もいろんな人の有名人の方のツイートとか、インスタグラムの投稿とかも見ますけど、もう本当にここぞとばかりに叩くような書き込みもたくさん見ます。それをね流せる人はまあまだいいかもしれないんですけど、ま良、あ、くはないんですよ。良くはないんですけど。 でも自分の中でそれを消化しきれなくてそして全て100%受け止めてしまったらもう多大なる精神的ダメージがあるわけですよね。でそういうことを見越してこのコメントをする人たちっていうのはやってるのかなってやっぱり見ると思います。ここぞとばかりに匿名で書き込むということで。 なんでその人たちにそんな怒りをぶつけるんんだろううなって私は思うんですよ、まあ、確かに悪いことを知ったとか例えば不倫の問題とかもねいろいろありますけど、まあ、そういうことをしたとしてもその別に私たち視聴者とか、まあ、そういった方には影響ってそんなにないわけじゃないですか。例えばテレビを見たくないないら 別にその人が出ている番組を見なければいいだけの話だしね、別に会うわけでもないですしまあ会えるほどの関係性だったらそんな書き込みもしないでしょうしねおそらく直接連絡を取って話をするっていうこともあると思うんですなので何でしょうねこう一緒になっていや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 まるでイベントのようにコメントを書き込む姿っていうのは とっってても怖いなって思いな思ますでこれがコンビニ業界においてもやはり去年は特にいろいろ見られましたし、まあ、今もツイッターで結構オーナーさんフォローさせてもらってるんですけど、まあ、そのオーナーさんが匿名で結構心ない批判を書き込んでるケースも正直言うとゼロじゃないです。でこれがどういう影響を与えるかっていう話なんですが。 例えばその方がプロフィールに「コンビニオーナーです」って書いてあってでたとえ名前が匿名とかニックネームハンドルネームであったとしてもその内容が例えば本部にものすごく批判的なコメントを書いているとかその世の中のニュースに対して何か誹謗中傷をめいたコメントをしているとしたら業界へのイメージの悪化も避けられないと思うんですよ。やっぱそういういなんか オーナーがいるのねってそれを部分的に捉えてくださる方もいるでしょうけど全員が全員そうではなくてやっぱり一人のそういう書き込みに対して全体的なイメージの悪化を抱いてしまう人も正直いますそんな人がいるような業界はてんてんてんみたいなねで、もともと正直言ってコンビニ業界って私が関わり始めた時つまり2006年からも あんまり世間的には何でしょうねあまり良くないというかなんでコンビニ業界行ったのみたのみいなことを私も聞かれるような状況だったんですで私は本当に好きだしもともとディズニーという業界に行って限界を感じていた部分がコンビニ業界だと例えばある程度自由な商品発注量も種類も ある程度選べるでその来たものに対しても売り方が例えばポップも自由に作れるとかその売り場作りもある程度裁量があるとか、まあ、そういうところにすごく魅力を感じて、まあ、それをもっともっと自分も体感したいしそれをやっている方の支援にもチャレンジしたいなと思って業界に入ったんですよね。ただ その業界の中にいる人たちですら、コンビニ業界の世間的なイメージというのは、あまり良くないというふうに認識をしている人が多かったです。自分がいる業界に対して良くないっていう、その客観的な事実ではなくて、自分自身がそう思い込んでるっていうこと自体が、私はちょっとショックだったなっていうことを今思い出しましたけど、まあ、それが元で。 そのツイッターとかインスタグラムとかフェイスブックとかにどんどん書き込むようなことがあるともしそれの答えがもしそのコメントがちょっと誹謗中傷をめいてるとか大きな批判だった場合にやっぱりそれを見る人はあまりいい気持ちにはならないだろうなっていうふうに思うんですよね。まあ、なので何が言いたいかっていうと、まあ、その今回大きな,、まあ、なんでしょうねニュースとして。 そのプロレスラーの方の休止が取り上げられてでその原因が SNS の心ない書き込みであったということでものすごく話題になっていますけどもちろんそれだけじゃないのかもしれないですけどね原因は、まあ、そのニュースはさておきこの SNS の使い方っていうところを改めてその何でしょうね愚痴のはけ口とかそういうことじゃなくてやっぱあれだけオープンな環境なので。 もう本当に自分が何か言わないと気が済まないっていうことであれば言える人を一人見つけていただいてその方に直接話をした方がいいと思うんですもちろん私でもいいですしね。で私はなんかそのオープンに業界の批判が行われているとか個人名の批判が行われているっていう状況はそうちょっと私にはその心理がわからないなって思います。 もちろんいろんな気持ちがあるんだと思うんですけど私はそれを理解することはできないですね。まあ、その代わりもう本当に文句を言いたいとか悩みがあるとかそういう時には本当にもう何も考えずにあの全部話話ししててて受け止めてくれる人ににすすようにしてますそういう人が一人もいないってなってしまうとそれはとても悲しい話なので、まあ、それはもしそういう方をお探しであれば 私に相談してていいいいただいてもいいと思うんですよねなんかすごくもっったいいいななて思います後ろ向きなその意見ならまだしも批判めいたコメントを載せるっていうのはその方のイメージだけじゃなくてその方の背景にいる方や業界関わる業界のイメージ損失イメージ低下にもつながってしまうんじゃないかなって思います。まあぜひ 皆さんもきっとこれを聞いてくださっている方は SNS へのマナーもある程度守られているのかなって思いますし、まあ、私がね過去ツイキャスなどでライブをした時にも本当にあの素敵なコメントをたくさんいただいているのでそういったコメントに力づけられてまた前向きな気持ちになってもっともっと頑張ろうというふうに思えるので。 まあぜひ前向きなねできる限り前向きなコメントでね SNS は使っていきたいですよねというお話でございましたコンビニシャロー市安瀬彩香のウィークリーコンビニラジオあなたの人生に輝きを たくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです苦しんでいる人、悩んでいる人一度訪れてみてください988-4782沖縄ベタニアチャージあなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です 毎月1万円から掲載可能広告内容も幅広く対応していますお問い合わせは934-1111クレド株式会社までギノワンヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピング、カフェ、飲食、雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかるギノワンヒルズ通りステンマグーからイサ交差点へとつながる坂道ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたいそんな願いを叶えます電話番号は892-8688安心事前のご相談は葬儀社進化 沖縄引っ越しセンター。ゼロ一二ゼロ四九七七五五。ムービング沖縄で検索。君の心に溶けた。手作りのお味噌を。シフォンケーキで優しく包む。聞く味噌加工を。味噌屋が作る味噌シフォンケーキ。や重瀬の。有工房。 コンビニ社老子安早香のウィークリーコンビニラジオさてここからのお話なんですが夢を持つということについて少しお話ししてみたいなって思います私自身が今独立をして8年目に入りまして日々オンライン上で様々な経営者の方とお話をしますコンビニ業界の方やコンビニ以外の方 たくさんの業種の方と毎日56人はお話しさせてもらっているんでしょうかね。でそこでお話をすることの共通項として夢を語るというのがあります夢って言っても昨日見た夢とかそういうことじゃなくて目標のことですね。それは仕事の面でもいいしプライベートの面でもいいんです。もちろんプライベートや お仕事は話せるここととと話話せせないことがあるるので話せる範囲での夢や目標を語るっていうことの素晴らしさと大切さについてちょっとお話ししてみたいなって思います私自身もですね独立をするときにある夢を描いて独立しましたそれはコンビニ業界から日本を元気にすることでした私自身がコンビニ業界から の本部ににいた頃にオーナーさん加盟店の皆様へのトレーニングを担当していたわけなんですが、まあ、その時にですね出会った人たちって本当に素晴らしい方々で私も人としてまた社会人としてコンビニ業界に関わる人間として成長させてもらいました。その方々にもっともっっとと幸せを見つけて 幸せな方も多いんですけどさらに幸せになってもらうためには一体どんな支援ができるんだろうと思った時に本部社員ででいることの限界を感じたんです独立すれば私はその家庭で社労士という資格も持っていたり研修トレーニングの経歴が長くて人材育成とかあの相談生活面でのもう合わせての相談を 乗る機会も多かったのでオーナーさんの何か人生相談とか仕事の相談とか悩み相談とかそういったことにも応えていきたいなって思ってできっとその幸せになる形業界が良くなっていく形っていうのはさまざまなものがあるとは思うんですが自分ができることからやっていきたいなってでそれを一生かけてコンビニ業界に対して恩返しをしていこうって決めて独立をしました。 で、その中で一つのですね、夢、目標ができたんです。それは、オーナーさんやその店長さんとかスタッフさんなどの。横のつながりをもっと作れないかなということだったんですよね。それは決して、先ほどの S. N. S. の話じゃな、みたいに。批判めいた話とかじゃなく。もっともっとこの業界を良くしていくために、一体何ができるんだろうか。っていうことを、横連携で話ができる。そして。 共通の例えば人の部分の相談とか人の対策っていうのはチェーン関係ないので、まあ、そういった共通の悩みに関してはみんなでそれをシェアしてそして実践していくそういう足がかりを作る場所それを達成したいなって思ったんですこれが私の夢であり目標ですもちろんそれが最終的なゴールという意味ではないですでも なかなか横のつながりがね推奨されない業界の一つですのでもちろんオーナー独自でライングループを作ったりしてつながってるよっていう方もいらっしゃるんですけどそれをもっともっとその地域だけではなくてさまざまな場所で頑張っているオーナーさんや店長さん同士でつながる場所があればいいのになってそれをずっと思ってました。例えば私が本部社員で研修をやっていた時に その研修センターに来る人たちっていうのはいろんな地域から来てたわけなんですけどそこでもそういう人がいないっていう方も大勢いらっしゃってそうするとですねお客様とスタッフさん以外誰とも話せないもちろん SV さんねスーパーバイザーさんとか OFC さんっていう方はいても。 それ以外に自分の経営の悩みとか何かちょっと今こういうことを話したいとか意見とかそういったことを言える相手がいないっていうのはなんだかすごく寂しいしもったいないなって思ったんですよね。であれば私がその場所を提供できないか作れないかと思ったんです。そそしししててれはは今今年少しずつつつ現実実ののものとななりつつありあますす裏側でですねいいろんな方にお願いして 協力を依頼して作ってもらっている場所があるんですけど、まあそれをオンラインでね達成したいなあっていうふうに思ってます。いやこれは例えば私のねその中期的な未来の話であり、そして最終的な話としては業界のさらなる活性化と本当にこの業界に関われて良かったと全員が思えている世界を作るということ。 まあなのでそういうことをお互いに語り合える時間ってすごく必要だと思うんです目の前でやらなければならないタスク私も山のようにあります今日だけでも40個のタスクをこなさなきゃいけないというような状況だってあるわけですよね正直心が折れそうになるんですよ40個のタスクを目の前にするとそしてそれはお客様の幸せのきっかけ作りでもあるから 当然それは前向きに頑張るんだけれどもでもそれがタスクとして見えてしまった時にとっても私は皆さんそういう経験ってないですかっていう時にですね前向きな話ができる相手がいるっていうことは本当に幸せなことでまたとってもありがたいなって思います他愛もない話から始まって お互いの夢や目標についてまた今考えていること感じている課題などを共有してそれを解決さらなる改善に向けて話し合える人がいるってすすごく幸せだなってて毎日感謝してますでこれはぜひご家族でもいいしご友人でもいいしビジネス上のお付き合いの方でもいいので誰かとですねまだやったことないよっていう方はやってみてほしいなと思うんです。 前向きな話をお互いにできたら、まあ、それだけで本当に自分の活力になるんですよこれってすごいことだなって思うんですよね。だってお金がかかっているわけではないもちろんコストっていう意味で言ったら時間かけてますけどその時間をかけてでも前向きな話ができてそれが結果として次の成果につながっていくのだとしたら。 もう本当に安いものだと思うんですよ全然そういうコストとしてんでしょうね意識はしてもその捉えすぎる必要もないし私はそういう方に恵まれている環境も作れたからその意味では全国にいる経営者の方々あるいは独立を考えている前向きな方々と日々お話ができてます。 一人でも二人でも、まあ、多くいればいるほどそのいろんな方とお話ができていろんな方の夢や目標を聞くこともできるそしてそれを自分の夢や目標につなげていくことだってできるので一人でもいいし二人でもいいいればいるほど、まあ、そこはコントロール必要ですけど是非夢や目標を語っていただきたいです私はそれが 業界であればコンビニ業界だったらコンビニ業界だしその他の業界でも活性化につながる幸せにつながると思いますやっぱり前向きな人に人は集まりますよねいつも文句ばっかり言ってる人に人が集まるかって言ったら正直集まらない集まりにくいと思うんですよでも ずっと前向きに頑張ってるはつらつと頑張ってる人の周りにはやっぱり明るいパワーが出ているのかいろんないい方明るい方もっともっと前向きに頑張りたいと思っている方がどんどんつながっていくんですよね。まあ、反対にそうではない真逆の発想や真逆の話をずっとしている人はそういった方々を引き寄せてしまう同じような。 後ろ向ききな方々を引き寄せててしまううとということだってあります。その誰が悪いとか誰がいいとか正しいとか間違ってるっていうことではなくてやっぱり自分の生活を公私ともによくしていきたいって思ったら夢や目標を語ることだし夢や目標を語れる相手がいるそれを見つけるっていうことだと思ってます。私は本当にそれれでで救われてきたので この7年間どん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 忙しくなって、えー、たまに寝る時間もほとんどない状況で仕事をするでありがたいことにそういう仕事が途切れるっていうことがなくて今日に至るわけなんですけどそれの鍵はやっぱり前向きな人との会話でしたこれは断言できますしやっぱり前向きな方との会話の中で出てくる感情って明るいものだし感謝なんですよね感謝と尊敬っていうんでしょうか なので本当おすすすめです本当に私はそういう方とのお話はもういくらでもしたいです時間があるならなかなかねタスク40個目の前に書類が山積みになっている状況でずっとそれに当てるってことは難しいんですけどでも例えばたった1時間24時間のうちのたった1時間で 爆発的な生産性が手に入るんだとしたらそれはぜひチャレンジしてほしいなって思いますし私もできる限り協力もしたいなと思ってますので何かあればぜひと思います、まあ、そうすればねそれが本当に浸透していけば最初にお話しした SNS の心ない書き込みだってもっともっと減ってくと思うんですよね。私のの周りには自殺者の方を 半減させたいとかゼロにしたいっていう本当に素晴らしい目標を持って動いている方もいらっしゃいますえそれってかな一個ないじゃんって思ったらそれだけなんですよかな一個ないんですでも本気で信じてそのために何ができるかっていうことを考えながら行動するとたとえ結果としてゼロではなかったとしても限りなくゼロに近づいていくんですよねこれは本当にそうだなって思います よくそうですね「引き寄せの法則」なんていう言葉を聞いたことがあるでしょうか。願ううと本当にそうなるっていうあの引き寄せの法則ですね。もちろんその「願っている」っていう願いが本気でなければそれは待ち、まあ、逆の願いを引き寄せてしまう、まあ、それもある意味引き寄せの法則なんですけど例えば自殺者ゼロになるぞって。 いうことに対して心のどこかでいやそんなの無理でしょうってもし思っているとしたら無理な現実しかやってこないでも本気で自殺者をゼロにするぞって決めてそのために行動していったらゼロになっていくんですよそれは世界全体っていうことではなくてまずは自分のいるコミュニティからでもいいと思うんですよね一気にゼロにするってその全世界をゼロにするなんて それはさすがに難しいのでまずは段階的にそのために最終的に全世界で自殺者をゼロにするためにじゃあこの自分のいるコミュニティのところで何ができるかっていうことを考えて行動していくとまずそこから達成できるようになっていくんですよ。 これはね、不思議なことでも何でもなくてやっぱりそこに向けて意識が働きそのために行動しようという心がけができてくるので実際に行動が伴ってその成果に近づいていくんですよね。神秘的的なななももものにどど、うも例えられがちですす。けとっっっててて現実的なお話だなって私は思っていますですので私自身が描いているコンビニ業界から日本を元気に。 コンビニ業界の特に人から日本を元気にしていくことこれは私がもう独立する前から毎年毎年見直しをかけても絶対にぶれない思いですこれは是非達成させていきたいと思いますし達成しているとも思っています皆さんも是非夢や目標を語ってみませんかコンビニ社労士安さやかの「ウィークリーコンビニラジオ」 さてここからのコーナーはコンビニローム Q&A のコーナーです。久々ですね。今回このテーマを扱いたいと思います。それは廃棄。廃棄商品を持ち帰るスタッフへの対応についてということをお話ししていきたいと思います。廃棄商品というのはコンビニで 販売期限つまりこの時間までは販売していいですよという期限を超えて売れ残ったもののことを一般的には廃棄,商品と言います廃棄登録という登録をレジ上で行ってそれで計上していくというやり方なんですがこの計上した廃棄の商品はというと捨てることになるわけです。 捨てるっていうと最近環境保全などでもかなりニュースになりましたし、まあ、去年今年もでしたっけね恵方巻き丸かぶり寿司の、えー、と過剰な廃棄クリスマスケーキクリスマスオードブルの過剰な廃棄、まあ、そういったことを是正するために予約限定にすると。 そういった予約商材と呼ばれるクリスマスケーキや恵方巻きを予約限定にするという動きがかなり活発化しました廃棄ロスの問題なんてよく言われましたねで、この廃棄商品毎日毎日お店では一定の額出るわけなんですがその廃棄登録後の商品を持ち帰ってしまうスタッフさんへの対応について今回は少し見ていきたいと思います 廃棄登録をしてしまえば先ほどもお伝えした通り捨てるだけなのでじゃあもらって帰っても何の問題もないよねと言いたいところなんですがそうは言っても元々はお金をかけて仕入れた商品です売れ残ったことにより廃棄にはなってしまったもののそれ自体はオーナーとかあるいはオーナーが経営する法人の資産であるということが言えます。 ですのでこのもし商品廃棄した商品を持って帰ってしまうとスタッフさんが勝手に持って帰ってしまうとなるとどうなるかっていうとこれは犯罪行為といいう,うに言わわざるを得ないわけです。就業規則上で廃棄は持って帰ってはいけませんよといったルールを設けている場合当然それに反することにもなるので違法行為や違反行為というふうにも 表現できますがそれ以上にま患、あ、罪という風に言われてしまうことになります、まあ、これどうして禁止しているかっていうとまあ、最もらしい理由としては消費期限が例えば切れましたとか賞味期限が切れました販売期限の後には消費期限とか賞味期限という通常の食品に 表示されている期限があるわけなんですけど、まあ、それを超えることが大体起こります万が一その消費期限とか賞味期限の切れた商品を食べたことにより食中毒などの被害がその方に発生してしまったらその責任をお店が取れるのかという問題があるわけなんですでこうした健康被害を防ぐためにもやはり不安要素は取り除くべきだと いうことで基本的には販売期限が切れたら廃棄しましょうってなってるんですけども最近は見切り販売という話もあって販売期限が過ぎてもももしばららく食べられるものも中にはあります、まあ、いわゆる消費期限というふうにつく足の短いものに関してはあまり良くないんですけど例えばカップ麺とかって30日前に廃棄することも多いのでそういう場合はまだ 販売できるだろうということで値下げをして販売するということが果たして是なのかどうなのかということがやはり去年ですね大きくクローズアップされましたまあそういうカップ麺ならまだしもサラダとかパスタとか何らかのそういった生の商品を消費期限が切れた状態で持ち帰って食べてしまって健康被害が起こってしまうということがあるとやはりチェーン全体にも大きな影響が出てくるということから基本的にはこの廃棄処分廃棄 基本的にはこの廃棄商品は処分をするというふうに本部からも推奨を受けているものとなります。で中にはですねしかしその廃棄商品を自分で持ち帰って食べる、まあ、それで結果として体調を崩してしまうっていう場合は、まあ、自分の責任であるというふうにも言われかねないですけどそれをまた他の友人とか知り合いに渡したなんていうことが起こって そこから食中毒などが発生した場合もう収集がつかないわけですよねで大体大元のお店が責任を負う形になるケースがありますで、またそれが地域住民の耳に自然と入ることによってあそこのコンビニってねなんていう話を噂でされてしまうなんていうことがあったらより大変なことになってしまいますよねお店の評判が落ちてしまうということにもつながりかねないしまあそこから売上低下なんていうことにもつながってしまうかもしれません そういった、もし廃棄商品をですね持ち帰って食べたなんていうことになったらどうなのかっていうと先ほども言ったように就業規則ととかでで禁止していいるところが多いわけですで。それに違反するということになるだけではなくて最初にお伝えした通り会社やオーナー個人の所有物であり、まあ、それを持ち帰ってしまった場合にどうなるかって言っうとやっぱり犯罪行為というふうに言えますよっていう。 それは悪質な場合ですけどねなのでまずどう対処していくかというと厳重注意これはその対象となったスタッフに対して厳重注意をする必要がありますまあ商品としての価値はないわけなのでそれ自体の損害はそこまでは大きくないかもしれないけれども見えない損害 隠れている損害があるということを考えた時にはやはりそこはルールとして縛っておきたいもの、まあ、それに違反したわけなので厳重注意をしましょうということですね例えばどんなふうに厳重注意をするかっていうと口頭による厳重注意を行いますでそれでも違反を繰り返す場合は書面によって注意書などを作成して指導を受けるということになっていきます で書面による指導っていうのはいわゆるこの日にこういうことをその該当のスタッフに伝えましたよっていうことを証拠として残すこともできます、まあ、いわゆる記録に残すということですね。でさらにそこからまた違反を繰り返した場合には懲戒処分というふうになっていきます懲戒処分の流れといいますか順番というのは就業規則を持ちであれば就業規則にもよく書いてありますが 一般的には「けん責」「減給」や「降格」「出勤停止」そして「懲戒解雇」といった流れがあり出勤停止と「懲戒解雇」の間に「輸子解雇」とか「輸子退職」と呼ばれるものがあります。一つずつ見ていきますとまず席「けんこれは過失失態などを強く戒めることを言います。 それでも違反を繰り返す場合は言及や降格処分これは法律上の限度額というものがありますのでそれに沿って減額降格をしていくことになりますそれでもダメなら出勤停止もうお店に来ないでくださいというやつですねで、これは労働法などの法律上の上限を考慮する必要はありますが懲戒自由に懲戒の理由ですね相応の期間出勤停止というふうにします そしてそれでも治らない場合違反行為が続く場合は懲戒解雇となります懲戒解雇は有名な処分ですので皆様もイメージがしやすいかと思いますが重大な違反行為に対する最も重いペナルティつまり解雇ですからねなのでそれを少し温情措置として有脂解雇有脂退職という処分にするケースもありますこれは重さとしては懲戒解雇相当であるけれども 上場借量により若干その不利益が軽減されるつまり自己都合による退職に持ち込むというようなことになりますなので同じく退職とはなるんだけれどもそれが解雇ではなくて一般的に自己都合として処理をしますよとだから経歴に傷がつくっていうことはないよということなんですがあんまりね温情措置で有志解雇有志退職をさせた場合 次の職場でも同じことをしでかす可能性だってあるわけなんですよね。なので、まあ、ここは本当に慎重に対応していきたいところであります。さて、刑事処分というふうになる場合には、告訴となるわけなんですが。まあ、これは犯罪行為というふうに置き換えた場合、業務上横領罪というものに当たる可能性があります。まあ、そうなってくると刑事告訴される可能性があります。 さてこの告訴受理されるとどうなるかというと捜捜査査機関による捜査が開始されます。万が一悪質だということで有罪となった場合は刑法253条により10年以下の懲役という刑事罰が科せられることになるので、まあ、捨てに捨てられるっていうことが決まっている廃棄のものだったとしても お店の中で保管されている限りは会社やオーナーに所有権があるということになり許可なく持ち帰ったりすると業務上の横領罪というふうあるいは窃盗罪に当たってしまいますので、まあ、安易な気持ちでね廃棄商品を持ち帰るということは是非しないようにしていただきたいと思いますまたオーナーさん店長さん責任者の方も、まあ、このようなケースで対応することになるということを知っておいていただければと思います 詳しいお話はまた聞いていただくかもし契約されている社労士さんがいる場合には社労士さんに確認してもいいかと思いますもちろん弁護士さんに確認するのもいいかと思いますのでまあ一番いいのはそういう廃棄商品は持ち帰らない、まあ、とってももったいないけれどもどうしても廃棄をせざるを得ない場合には捨てるという選択肢が一番いいのではないかと思います。 コンビニ士安やかのウィークリーコンビニラジオギ宜野湾ヒルズ通り」「究デイ語通り」にはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通りステンマドゥーから伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です毎月1万円から掲載可能広告内容も幅広く対応していますお問い合わせは934-1111クレド株式会社まであなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたい

君の心に溶けた手作りの味噌をシフォンケーキで優しく包むみそ屋が作るみそシフォンケーキ八重洲の夢工房あなたの人生に輝きを。 たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所。それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人。一度訪れてみてください。九八八四七八二、沖縄ベタニアチャージコンビニ社労士、安さやかのウィークリーコンビニラジオ。経営コンサルタントの高橋英樹です。 緊急事態宣言が解除されまして日常を取り戻しつつありますがまだまだですね、感染を避けて距離を取ってという感じでマスクをしている人はま当たり前ですけど圧倒的に多いですよね。第2波第3波が来るということで、ま世界的に見ればまだ収まってないということで、ま何か海外からまた違うウイルスですね強力になったウイルスが持ち込まれてしまうと。 また広がってしままうううととといい可能性もあるというところでまだまだコロナに関しては予断を許さないところでございますがとはいえですね経済を回していかないといけないということで経済活動もどんどん活性化をしていくということでこれお聞きになっている皆様はですね仕事をされている方ビジネスをされている方は非常に多いございますから。 いいろろ気になることととかなな思うんでですすけども、まあ、気になると言えばですねこのコロナに関してのいろいろ助成金補助金給付金と言われるものが国や行政がたくさん用意してるんですけども意外にですねお話をしてますと申請されてない方がいらっしゃるのですごくもったいないなということですね今の売上が下がっている利益が取れにくいという場合の方もねいらっしゃると思うんですけどもここはあの、まあ、止血をすると。 国が用意してくれてるわけですからこれをしっかり申請をして、えー、採択されて適用してそれでもってその上でさらに次のです、ね、ビジネスをしっかりアクセル踏んでいくということが必要かなと思います。特にあの持続化給付金と言われるものはです、ね、比較的下りやすいですし使いやすいそれからあの国がです、ねえー、用意している、ま、中小企業庁の方ですね えー、通して使えるような、えー、補助金それからですね、融資もです、ねえー、私も12年目になりますけども経営してからです、ねえー、こんなに融資が通りやすい時きも、まあ、なかったんじゃないかなと思いますね。あのクラン内さんも、えー、ガンガン融資が下りてますので、えー、この時期タイミングで,です、ねえー、融資も検討されてはいかがかなと思います。 もちろんですね経営においての資金繰りの第一条件は売上げを上げるということになりますのでその売上げの上げ方売上,上げ上げてですねただ単に売上げを追い求めるだけじゃなくてどうやって利益を出すのかということが重要なポイントとなりますよね今日はですねその利益ですねプロフィット経営戦略にどうプロフィットゾーンを入れていくかということで「プロフィットゾーンの経営戦略」という本をですね ご紹介したいと思います。ハーバードビジネスレビューをですね、書いているエイドリアンスライウォッキーさんが書かれたですね本です。少し分厚い本です。三百四十ページほどありますけれども、プロフィットゾーンの経営戦略ダイヤモンド社から出ている本ですね。この本はですね、企業の経営活動において高い利益をもたらす、もたらすですね。 経済活動領域ってどこなんだろうとそこを探し当ててそこを強くしていくとそして無駄なとことはしないということですねいろんな事例をもとに書かれていますあの学者の方が書かれているということもあり、えー、ですねまあ難解なところもあるんですがただあの実例が多いですよねねいろいろ取材をして実例株価をどうやって上げていったかとかあるいは利益をどうやって出していったかということも実例も結構豊富ですので。 アメリカのですね、企業の話ということではなくて実際にあの私たちの中小零細企業のですね、ビジネスにも生かせるということが再現性あるような内容になっておりますので興味深い本です是非読んでいただきたいんですが内容をですね少しご紹介させていただきましょう。そもそもですねプロフィットゾーンとは何かということなんですけども、えー、本にはこう書いてます。持続的かつ卓越した収益性で、 企業に莫大な価値をもたらす領域とということですね。ですから売り上上ががっても利益出ないといととうことがありますよね。商品によっては、えー、ほとんど剥離だったりとかですね、えー、ちょっと何かイレギュラーがあると全く儲からないやればやるほど赤字になるということも、えー、よくある話ですが、えー、このプロフィットゾーンというのは、えー、卓越した収益性と高い収益性をもたらすという考え方になります。 そもそもあの私もですねサラリーマン時代は、えー、まあコンビニにいましたけども売り上げを上げるということが結果としてですね利益をもたらすというふうにずっと教え込まれてましたし私も周りにはですねそういう言い方をしてきましたただですねこれをやり続けても薄、えー、利であればあるほど売り上げが上がってもですね、えー、すごくハッピーになるということにはならないともちろん、えー、売り上げと並行して利益を上げることも可能なんですけれども 高いい収益を求めななとです、ね、売上が上がががろうがしんどくなると働く時間を極端な話ですね半分にしても売り上げは倍になる売り上げ倍になっても利益はさらに倍になると働く時間半分で利益を4倍にする方法はどうすればいいのかと。売り上げを追求し続けると逆に迷路に陥ってしまうということもありますので要注意ですね。 えー、顧客シェア活動のですね、えー、反面になっているのはですね、えー、お客様にとって最も重要なものは何なのか我々はどこから利益を得ることができるのかということがですね、えー、重要なポイントになってくるというわけですねでその、えー、4つのビジネスデザインのですね、えー、再構築ということでいきますと1つ目が顧客の選択 2つ目がですね、価格の獲得、3つ目が戦略的コントロール、4つ目に事業領域ということだそうです。まあ、これもです、ね、あの難しい話で、ね、簡単にまとめますとです、ね、えー、1つ目の顧客の選択というのは、どの顧客を対象にするのか、お客様全員ですね、すべてのお客様を対象にということではなくて、実質的な価値を提供してくれる、利益を与えてくれるのは、どのお客様なのかということがポイントになるということになります。 実際ですね自分の事業でお客様というのを分析したときに何人がいてそのうちにどれだけ利益をもたらしてくれるのかという確認をする人がありますで。そのお客様に対してですねどのように利益を売り上げを上げたいのか提供したいのかというところですねを考え深く考えないといけません。 自社の利益モデルって一体どういうものなんだろうと何をもって利益を出されるのかということですねで次に3つ目ですね、えー、差別化戦略コントロールということなんですが、えー、どのように自分の利益を守りたいのか選択したお客様が、えー、なぜ自分の会社から自分の店から買っていただけるのか 自社の価値提案を競争相手のものと差別化しこういう独自のものにしているものって何なのかということですねまた競争とライバルとの差別化どうするのかということですねその上でですね4つ目どこの事業領域を自分のメインにするのかということが大切ですねもう無駄なところは自分はやらない誰かに他人に任せるとで自分の得意分野ですねしっかりやると なのでパートナーシップ戦略とか提携をしていくと自分が無駄なところできないところは他人にやってもらい自分ができるところを中心にするということをやっていくというのがこの4つ目ですね1つ目が顧客の選択2つ目に価値の獲得3つ目に差別化4つ目に事業領域を明確にするということになりますこのプロセスをですね徹底的に孫正義さんの言葉を借りれば頭をちぎれるぐらい考えてどこで利益を出すのかと いうところを明確にしなければいけませんし、コカ・コーラの前 CEO だったロベルトさんという方もですね、ある問題について汗をかくほど懸命に考えるということを述べるのが大好きだったそうです。考える問題って一体何かというと、収益性、収益率、収益についてですね、経営者はしっかり考えていかないといけないということになります。 今こういうコロナの状況ですね、冒頭申し上げましたけれども、助成金、補助金、給付金、こういうのもしっかり使いつつもですね、ちょっと時間を稼ぎしながらシフトモデルチェンジをしなければいけないというタイミングになってます。今こそ何が必要なのかということをよく検討していく時期ですね。こういうきっかけってなかなかないので、このタイミングを利用するということが必要かなというふうに思います。 特にポイントはですね、えー、自分の商品とかサービスという箱というか器を売ることじゃなくってこのソ,ソリューションですね解決何を解決しないといけないのかということを売っていくということが重要になるということになりますですからお客様の困りごとは何なのかと単に商品を提供することじゃなくって今一番困っていることを提供していくと。 いうことを考えていかなければなりません。今日はですね、プロフィットゾーンの経営戦略ダイヤモンド社から出ている本をお伝えをいたしました。コンビニ社ャロ安シヤスのウィークリーコンビニラジオ。さて、ウィークリーコンビニラジオもいよいよ終わりの時間が近づいてまいりました。 本日43回目の放送ととなりりままししたたた今週もおききいいだき誠にありがとうございましたコンビニラジオと言いつつ最近はあまりコンビニの話を多くはしていなかったので今週は少しコンビニの話を多めにしてみましたが皆様いかがでしょうかコンビニで働く方コンビニを経営される方またコンビニで働いたことはないけどコンビニラブの方たくさんお聞きいただいているかなと思いますので。 ぜひこの番組にご意見ご感想ご要望などをお寄せください。f m 技能ワンのメールアドレスは 797-at-fmgNO1.com もしくは私コンビニシャローシ・ヤスヤカの Twitter をフォローしていただきそちらに書き込んでいただきますと私が見ることができますのでお気軽にお寄せいただければと思います。まあ、一方的にね収録だとどうしても情報を発信しなければならないということになりますが ただあの、ぜひこの番組は今後も双方向で作っていきたいなと思っていますので、こんな話聞きたいなとか、こういう人ゲストに呼んでほしいということがありましたら、ぜひぜひお気軽にお寄せいただければ嬉しく思います。ということで、ウィークリーコンビニラジオも本日はこれで終わりとなります。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかでした。今週もお聞きいただきありがとうございました。そして、この後の f m ギドワンの番組も引き続きお楽しみください。 うん。